待ちに待った自粛明け、ワクチンも2回打って2週間が経って、いわゆるフルチン状態になり、また大手を振って出かけられるようになりました。宗谷岬に学校帰りに行くとかふざけた真似して10万ドブに捨てたあの日以来、およそ2ヶ月ぶりの通学以外で乗る列車。気分は野原でスキップしたら第三宇宙速度で地面を蹴って冥王星に突き刺さるんじゃないかというくらい軽やかです。そんな心地で向かっている先は、京都のついでに多くの観光客が立ち寄る奈良の街。手軽に迎えて、都会の喧騒がなくて、緑が豊かな、京都人のオアシスです。さて、話は変わりまして、小学生の頃、お金持ちの家と言われれば、どんな家を想像しましたか？無数のダイヤをはめ込んだ調度品、札束を燃やす暖炉、金ピカの壁紙に床。今思い返せばなんとまあ趣味の悪い家だと思えてきます。そんな数々の陽気なお金の使い方の中に、絶対に、とにかく広いというのがあったでしょう。地平線の果てまで全部私の家、トイレまでは列車で移動する。もちろんそんな脳まで金な家、世界のどこを探してもありゃせんのですが、駅の中を列車で移動する駅なら、案外国内、それも奈良にあります。それがこちら、奈良県の南の方というと本当の南民に怒られるでおなじみ橿原市の大和八木駅です。昭和まで存在した高市郡八木町の玄関駅で、当初は八木駅を名乗っていましたが、京都府の北の方に先に八木駅が開業していたので、旧国名を冠して大和八木駅に改名されました。今降り立ったのが、南北方向に向かって伸びる地平ホーム、奈良盆地を南北に貫く橿原線の乗り場です。2面のホームに2本の線路という、苦戦区間なら最小構成の駅ながら、特急まで全ての列車が停車します。でさらにこの地平ホームの上には東西に向かって高架ホームがのしかかっています。こちらは大阪から伊勢平野までを結ぶ近鉄の特急街道大阪線のホームです。今ちょうど大阪の方からシーラカンスより見た目が変わらないことに定評のある近鉄の普通電車がやってきました。幕が緑なんで準急でしょう。普段使う私鉄が近鉄か阪急なんで緑は準急というミームが私の頭の中にできています。しかしよくズームしてやると区間と書いています。大阪近郊だけ頑張って、あとは全部確定というあれです。JR なら高槻から快速みたいな感じに黙って種別を変更しますが、近鉄は親切なので、最初から別の種別として区別してくれています。大阪線のホームは少し豪華で2面4線。こちらも特急が停車しますが、看板列車の火の鳥は通勤時間帯を除き大半が通過します。とまあ、同じ鉄道会社の線路が10時に折り重なってるというだけでも、まあまあ珍しいこの大和八木駅ですが、この駅のさらに珍しい点は、第1、第2のホームに続く、第3のホームにあります。いや、時系列を考えれば、これを第1のホームと言うべきなのかもしれません。それがこの八木西口駅です。いかにも、急行も止まる一人前の立派な駅です。という面して構えてるこの駅。実は大和八木駅のすねにかじりついて生きている駅なのです。どういうことかと言いますと、八木西口駅は書類上、大和八木駅の一部として扱われているのです。これは、近鉄のホームページに載っているキロ定表、橿原線の大和八木駅の欄を見ると、同じマスに八木西口の文字が押し込まれています。代わってこちらは橿原線の乗降人員の調査結果、奈良方面から順に、笠縫、美濃口、大和八木と並び、その次に来るのは稲荷五両前、誰やねん。とまあ、近鉄の公式な公表物では、随分と存在な扱われ方をしています。定期券の扱われ方も少々特殊で、例えば大阪上本町から内山田までの6ヶ月定期を買ったとします。するとその経路に含まれる大和八木駅は自由に乗り降りできるということになりますが、同時に経路外にも見える八木西口駅にも行きたい放題になります。近鉄の定期運賃検索のページに、大和八木と八木西口と打ち込んでみましょう。同じ駅や、よう民会ボケ。このように計算を断られます。これらもひとえに、大和八木と八木西口が同じ駅として扱われているからです。しかし別の駅として扱われている節もあります。盲導輪の鳴り響く地下通路へと降りてみましょう。券売機の上に掲げられた運賃表を見てみます。定期料金紹介のページでは断られた両駅間の運賃検索ですが、こちらでは何食わぬ顔で大和八木までの料金が掲載されています。何か注釈が添えられていることもありません。もちろん普通に切符を買うこともできますし、交通系 IC でも乗り降りが可能です。私はスマートイコカというのを使っていて、JWEST の会員ページに飛べば使用履歴を確認できるんですが、そこでは八木西口から大和八木までの利用となっていました。駅ナンバリングも振られています。ナンバーは P の40、本体の方は P39 と書かれているので、ナンバリングでは別駅扱いです。どうやら大和八木と八木西口が、実は同じ駅なのだということは、隠しステータスになっているようです。とりあえずやってきた電車に乗車して、八木西口の本体である大和八木駅に向かいます。切符を買って列車に乗る。やっていることは、ありきたりな電車への乗車です。鉄道に興味ない AK が、一尾って八木まで近鉄に乗ったとして、
実は駅の中を電車で移動しただけなのだということには気づけないでしょう。むしろ危険なのは中途半端に知識をつけた鉄オタです。この2つの駅は同じ駅扱いだから入場券で移動できるんだ。ぺちゃくちゃにチャーツバペペ。そう言って入場券で両駅間を移動するとこれはアウトです。近鉄の営業規則に入場券所持者は車内に立ち入るなと書かれているからです。八木西口駅を出てわずかに30秒弱、列車は大和八木駅に到着。言い方を変えると大和八木駅に2回目の到着をします。列車は真っ昼間から大勢の乗客が乗って、商売繁盛こりゃ満足といった表情で京都へと走り去っていきました。なぜこの2つの駅はこんな奇妙な状態になっているのでしょう。時は遡ること100年くらい、近鉄がまだ大阪電気軌道、通称大気と呼ばれていた時代まで遡ります。生駒山脈に挑戦したことで半田連絡の覇権を握った大気は、企業の当然の本能として事業拡大に乗り出します。まず目をつけたのが奈良の南にあるうねぴ橿原です。橿原は日本の初代首都で建国の地であり、当時の国家神道の時代では相当に重視されたであろう生徒です。というわけで1923年参拝客狙いでうねぴ線を開業しました。後の橿原線です。この時に大和八木駅は開業したわけですが、当時の駅は現在のこの場所ではなく八木西口の場所に位置していました。ここに駅を置くと何が嬉しいのかというと、この映像の列車がくぐっている高架橋、実はこれ西日本旅客鉄道っていう弱小私鉄の線路でして、あと100メートルほど東へ行くと JR のうねぴ駅があります。この旧国鉄駅との連絡の便を図るためにここに八木駅を設けたのです。大阪上本町から奈良、そしてうねぴへと至る路線網を築いた大輝は、次は上本町から奈良を無視して直にうねぴに殴り込みできる路線、そして伊勢に至る路線の建設を始めます。現在の近鉄大阪線です。当時は桜井線と呼ばれていました。1927年、桜井線最初の区間である布施八木駅間が開業します。しかし桜井線はこれで終わりではありません。その2年後の1929年、線路を東に伸ばすために駅を北へ 400m、 つまり現在の場所に移すということにしたのです。ところがこうしてしまうと大阪うねぴ間の列車が八木駅に止まれず、旧駅利用者も駅に 400m も動かれるのはさすがに不服です。一般に人が歩くのに躊躇しない距離は 300m 程度とされています。それに八木の市街地に近いのは旧八木駅の方です。そんなわけで旧八木駅は八木西口に改称の上、大和八木駅の一部として残されることになったのです。ちなみに言い逃れできないくらい南側にあるのに西口を名乗っているのは、この西口が八木町の西を意味しているからです。さて桜井線の本線の座を追われたこの部分は、その後もしばらく大阪からうねぴ橿原への直通列車の通り道、八木連絡線として活躍を続けます。しかし戦後になるとその運行本数も減り、伏線だった線路も単線に減らされます。これで八木連絡線も終わりか。ところが1966年、京都伊勢間に特急列車が設定され、今度はこれの通り道としての役割を得ます。とはいえこの線路の形を見てもらえばわかる通り、橿原線と大阪線を行き来するためには客扱い含めて3回も大和八木駅で停車をしなければいけません。そんなわけで当初の驚異特急は大和八木で10分間の停車を余儀なくされていました。だけれども、そこは利便のためなら何でもする大気改め近鉄。翌1967年には現在も使われる連絡線、二ノ口連絡線を新設します。現在は日に3往復の驚異特急がこの渡り線を使っています。1973年、最後の大阪うねぴ直通列車が消滅し、あとは細々臨時列車を通す窓際族をやるだけ。いよいよ八木連絡線も100年目か。ところがどっこい1982年、今度は大和八木から西江古駅の五移動駅に近鉄車両のほとんど全部の検査を行う工場が建設され、阿部野橋から吉野までの南大阪線と吉野線、通称狂気組の車両の面倒もここで見るということになりました。検査の時期が来ると橿原神宮駅で標準機の台車に履き替え、機関車に引っ張られながらこの連絡線を伝って五移動へと走っていきます。つまりこの線路が流浄化されると全然関係ない南大阪線が終わります。地平を走る八木連絡線の上にも当然踏切があるわけですが、道行く自動車を一時停止させるだけさせて電車は滅多に通らない、ただただ邪魔なだけの立ったままの竿にはこんな重要な役割があるのです。しかしそんな事情を知る地元住民はきっとまれ、なぜこんな場所に踏切かと今日もせっせとヘイトを稼ぎ続けています。以上、駅構内を電車で移動する奇妙な駅、大和八木駅の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは旅行動画を週1から2本のペースでアップロードしていく予定です。フォローをしていただけると通知が来て便利ですし、私が嬉しいのでぜひよろしくお願いします。